1919年、次女、イタリア人の戦いに掲載された、肖像写真会春吉は、教育者、詩人、童話講演家。詩人がブリエレ・ダンヌンツヨやベニート・ムッソリーニと、信仰があり、イタリアのファシズム運動を日本に紹介した。福岡県氏族、井上菊造の4、男として生まれる。旧制東治区中学を卒業後、一家と共に、東京に上京し、 1907年、東京高等師範学校英語科に入学した。同年、会、カスケの養子となる。詩人、土井万水に支持し1911年には、大塚小和会を設立し、童話の講演活動で有名となる。代表作に、ゴンザム氏や、技術書として1917年に発行された、お話の仕方などがある。倉英吉は、日本の童話史において、 お話の仕方が重要な位置を占めると評価している。師範学校などで教鞭を取る傍ら、東京外国語大学イタリー語科に学び、イタリア語を身につけた。1915年、ダンテ・アリゲーリ研究のため単身で、ナポリに渡り、国立東洋学院の日本語教授となった。文芸雑誌、ラディアナ編集長マローネを通じて、ベネデット・クローチェなどの知識人と交流した。また、 マローネと協調で狂言のイタリア語訳やヨサノ鉄管やヨシー・イサムなどの日本の詩人を紹介するなど文化交流にも貢献した。第一次世界大戦末期の1918年、春吉はアルマンド・ディアズ将軍と知り合い、将軍から前線の取材を進められた。新聞社の通信員として前線に赴いた会は間もなくイタリア軍に志願入隊し、戦闘行為に参加した。 カイは、エンリコ・カビグリアによって、アルディティに除されて戦線に赴いたが、おそらく名誉職的なものであったと考えられる。ピアーベ川の戦い、ビットリオ・ベネトの戦いなどに参加し、終戦をトレントで迎え、その後ナポリに戻った。イタリア政府から対戦十字勲章、コンメンダ勲位を授与される。カイが、詩人、ダンルンツヨと知り合ったのは1918年の、 夏頃であった。1919年1月には、ダンヌンツィオが日本まで飛行する計画を立て、会の動向を求めた。この計画は、結果的に、フィューメ問題や政治状況に起こったダンヌンツィオによって取りやめとなったが、アルトゥーロ・フェラーリンによって実現している。ダンヌンツィオによる、フィューメ占領後の1920年2月1日、会は、フィューメ入りした。 翌日には盛大な歓迎会が開かれるなど、破格の対応を受けた。ダンヌンツヨは、会を名誉語帳に任命し、外部との連絡役に当たらせた。フィルメを包囲していたイタリア軍に、たびたび逮捕されたが、その都度、カビグリア将軍によって釈放が命じられたという。またこの時にムッソリーニとの連絡も行っている。その後6月には、ナポリで日本文学紹介雑誌。 桜を創刊し、1921年までに五冊を刊行した。1924年12月、会はイタリアから帰国した。この頃一時的に国士館大学の教授と国士館中学の校長となっている。1924年夏頃には広告青年党を設立し、自ら主催となるなど政治運動にも関わっていたが、 資金繰りに行き詰まって1927年頃に回答している。この時期に、会は、当時の若松市の市長に対して、ムッソリーニが白虎隊の自責に感激して、記念碑を混流したがっているという進言を行った。これは、会の創作であったが、新聞報道がなされて有力者からの参助も集まったため、やむなく外務省がムッソリーニに打診し、1928年に、 イタリアから送られた記念碑が若松市の飯森山に実際に混流された。その後短期間の法医を何度か言った後に1927年にローマ大学に設置される日本文学講座担当教授となるため一家でローマに向かったが結局この講座自体は実現しなった。ローマで会話研究とローマにおける施設日本大使としての活動を行っていたとされる。 1933年、カイ一家は日本に帰国した。会によると、この帰国は、イタリア首相となっていたムッソリーニによって、日本において、イタリアの紹介を行うよう依頼されたからだという。カイは、あの日からずっと私は、ムッソリーニのそばにいた。ムッソリーニのところには自由に入ることができたと、ムッソリーニとの親密さを語っているが、 ムッソリーニ側の資料で会の名前が出てくるものは、ほとんど存在しない。日本に帰国してからの会は、日本放送協会のイタリア語部長や国際連盟教育映画部日本代表、日医学会評議員、日本のリン新聞社長などを歴任している。また出口をニソブロウと接近し、昭和新生会の創立にも参加している。さらに、イタリアとダンヌンチそして、 ムッソリーニとファシズムを紹介する講演活動を頻繁に行った。会は初めてムッソリーニを紹介し、不圧書の運動を日本に紹介したのはおそらく私が初めてだと思っておりますと誇っていた。1929年にはムッソリーニの主要演説29本を翻訳している。また会はダンルンチオの運動とファシズムを直線的に結びつけており、 核運動内の思想別派閥などについてはほとんど触れていないなど極めて単純化したものであった。戦後、会は数軸辞令への支持活動により公職追放となった。晩年のインタビューでは、いわば人間のすることはすべて無意味だと語っている。1954年12月1日に死亡した。ありがとうございます。